風車小川未明。駅前の広場で二人の女は隣り合って、その日の新聞を行き来の人に売っていました。一人はもう年を取った母親であったが、一人はまだ若い赤ん坊をおぶった女でありました。朝のうちは電車の着くたび乗り降りするものが激しいので、新聞もよく売れたが、正午近くなると買うものがあまりなかったのです。冬の日は広場の土を白々と照らしていました。ただ、紙くずが風に吹かれて、その上を飛んでいます。二人は何を考えているのか、ぼんやりと前の方を眺めていました。すぐ向こう筋に中華料理店があって、さっきから入り口のドアが開いたり閉まったりしていました。そして、今しがた、桃色の服を着た女と、背の高い黒服の男が手を取り合って入ったように思ったのが、いつの間にか時間が経ち、もう食事を済まして二人が出てくるのを、年取った女は見たのでした。彼女は、うちの息子は、まだこんな上等のところを知らないだろう、と思いました。それは母親にとって嬉しいことであり、またかわいそうなことであるような気がしました。夕べのこと、息子は工場から帰ると、破れた仕事服のポケットを探り、金を取り出して、お母さん、映画を見に行ってらっしゃい。お正月だもの。と、前へ差し出したのでした。その汚れた手を見るうち、ふと、幼い頃、お前の手は誰に似て丸くて可愛らしいのだろうとよく言ったことが記憶に浮かんだのです。そして、その手が今私たちの暮らしを立てていると思うと泣かずにいられませんでした。今頃、息子は工場で働いているだろう。と、遠くの煙突から白い煙の昇るのを見て、彼女は思いました。この頃、ご主人はどうなの?と、若い女に聞きました。赤ちゃんの父親は、病気で寝ていました。明くる日、年取った方の女は、デパートの飾られた衣装の前に立っていました。そこには、3万円の札のついた帯地、また、2万円の札の下がった晴れ着がかかっていました。誰がこれを買うのだろうか。私も、隣の若い女も、一生身につけることはないだろう。そう思うと、なんとなく寂しい気がして、彼女はおもちゃのある売り場へ急いだのでした。そして、そこで、息子が映画を見ろと言ってくれた金で、隣の赤ちゃんが喜びそうな赤い風車を買いました。彼女はそれを大事そうに持って階段を下り、外へ出ました。冷たい風にセルロイドの風車は、さらさらと乾いた音を立てて回るのでありました。